いのいいバラをご紹介いただきました。火山楽、はい、なんて言いましたかしら、何系って言いましたかね。ブルガリア、ブルガリア系の香水を作るバラです、はい、火山楽。ああ、聞いたことある、はい、そういうブルガリアのね、香水を作るバラ、はい、これっての特徴がありますね。この花の葉っぱに、はい、そうですね、葉っぱにすごいね、はい、このトゲがくるんですよね。そうですよね。香水これはね、フェルスティ、これはね、フェルスティパリマンティエなのでトゲがあるんですけど、ブルガリアローズ自体はそんなにトゲ、ちょっとトゲはありますけども、はい、そんなにひどくはない。ああ、ここはもう全部香りのいいバラですか。はい、そうですね。ああ、このフェリスバイトも、フェリスバイトは香りは良くないですけど、良くない、うん、香りあんまりないですけども、うん、ここにしか入れない人です。ああ、入れない人、あまりにも大きくなるので、ここにしか入れないの、ね、ここもこんなに絡んじゃって、うん、そうです、ここにしか入れない。ああ、まあ、ここの支柱になってるって感じ。そうですね。そうなんですか。このサリーホームズっていうのは白いバラでしたっけ。白いバラですね。ねえ、でこれも香りがいいんですか。上の方に、いやいや、これはすごくね、見応えのある、見応えがある、はい、白くて見える、何度も咲きます。あ、サリーホームズは、はい、はあ、そうですか。で、ここに植えてあるこのミニバラのつるバラは、はい、サニーロイヤル21世紀っていう、サニーロイヤル21世紀、はい、うん、そういう、これは匂いがいいんでしたよね、はい、いやこれとこれも、こっちの火山だと、こちら、こちらが香りがいいバラです。このサニーロイヤル21世紀も石井剛先生の作室なんです。あ、これ石井、はい、サニーロイヤルも、はい、はい、石井剛先生、はい、石井剛先生作室です。作室ですね、はい。でここは安住の葉植えてあります。安住のちゃん、イングリッシュローズは匂いがいいので匂い降ってきます状態です。匂いのいいバラをこちらね、通りですね、はい、通りに植えておられるということですね、うん、あ、すごいですね、このタイムちゃん、はい、タイムもだから匂いの一環で、うん、香りの一環で植えてあります。タイムの香りがするんですか、はい、触れたら触れたら香りします。それですよ。しません。しません。あ、しますします。だから香りがすごい匂い。いい香りがしますね。ね、スパイシーな香りですね。パイナップルセージ。パイナップル？パイナップルセージ。本当だ。なんか甘いパイナップルを想像する感じ。そうですよ、ね、はい。これも香るんですか？藤の花ですので、ああそうです、ね、すごいよく香ります。あ、庭藤っていうんですか。はい、そうすると庭藤ってこんなところ大きくならないんですね。藤の花、藤の花みたいに、ここほら、もう花芽は上がってきてるんですけど、こういうふうな、本当だ、かわいい、はい、かわいい藤の花が見えますね。でね、このツタをこうされてるでしょ、はいはい、ツタって困らないですか。なんかバラとね、うん、一緒にされてる方はね、うん、バラが弱るんです、切りましたって言われる方いらっしゃるんですけど、うん、居場所が違うので、居場所どういうか、うん、工夫されてる、なんか向こうへは行かない、うん、向こうへ行かない、こっちに来てるので、うん、違う居場所にいればお互いが、はい、垂らしとけばいいんですもんね。違います。でこれが、うん、まあね、垂れるっていう、はい、ここ面積が下に折れるっていう、得してますよね、はい、でこれもね、実を言うと向こうへ行かすと、もうバラのところのでしょ、こういう株元をね、ぐわっと折っちゃう、まだ折っちゃうので、どういうふうに工夫されてるの。だからこっちからは行かないで吐き出して向こうでは切ります。毎日ね、行き出したら、行き出したらこっち、行き出したらこっちで、こっちで向こう行ったら切ってやると、切って、少しずつ切ってあげたり、こっちに戻したり、戻したり、いいっていうね、邪魔しませんもんね。あなたの居場所、こっちで、そうですね、はい、場所の分配ですね、はい、そうですね、
されてると光と場所の分配人事取り始めますでしょうね、でしょうと思います、はい、アップルセージなんかもものすごい、うん、あの増えるの で、ね、すぐ向こうへ、ね、どうしても火バラをほら元火あるでしょ、火がいっぱいあるでしょ、土も柔らかいですよね、生きたがります、あ、それをこちらに引っ張り出して、引っ張り出して、でこ今もさって切ったとこなんですけど、はい、秋にはこれぐらいの、はい、垂れる、はい、それも見事でしょうね、そうですね、ものすごく垂れます、だから常にこっちよ、これもお花咲くんですか、これもお花咲きます、咲きますし香りもあるので、こっちようやります、こっちの、こっちに向こういったのは全部、うん、ほら切ったるでしょ、うん、切ってますね、はいはい、でないと風通りも悪くなるので、匂いする、はい、いやここにも工夫がありますね、下草の工夫素晴らしい、綺麗ですね、ね、うん、素晴らしいですね、その炭焼けをねちゃんとされて、炭焼けしないと、なかなか難しいですね、やっぱ交通整理ね、はい、大切ですね、でだからこっちは、うん、あの常にこう出してるんですけど、こっちは普通にカットし、カットしますね、もうつぼみ持ってる、本当だ本当だ、どうダヴィンチこんなに低いです、低いです、低いですか、うちつるがらとして扱ってるんです、あ、倒してる、はい、倒してるから、でも私もね、先生さ、あの倒すんですけど、ね、倒していいですよね、普通 のハイブリッドなんかでもね、うん、もう普通のね、あのハイブリッド T であろうが、スロリであろうが、うん、倒せばね、うん、あの腸が優勢で、腸が優勢で、うん、どれの枝でもどこからでもずっと出てきたから、なるほどですよね、私もそうしてる、はい、なるほど、ね、でも一緒です、全部一緒ですね、ピンと立てとかなくてもいいな、ね、どうやってたくさん咲かせようとか、うん、狭い庭でもうちょっとしよう思ったら、うん、こういうふうな工夫が必要ですよね、だけど、うん、あのレオナタダヴィンチは結構硬いので、硬いけどね、急に曲げると折れちゃうので、曲げても折れないような工夫が必要です、うん、そうですね、だからね、これ太い枝を曲げるときはあの針金を一旦巻いておいて、はいはい、ね、こうしてね、はい、針金をぐーっと曲げるように曲げるんですね、あー、なるほど、あの枝が折れないで、なるほど、あの、この間折れちゃった歯頃も盆栽の枝あるでしょ、盆栽の針金ありますよね、はいはいはい、あれの盆栽の針金の太いやつ、はいはいはい、を買ってきて、はい、あらかじめ曲げる、曲げる、曲げる、で、はい、で曲げて、はい、でしばらくこのまま置いとくんですね、例えば 3ヶ月枝が硬くなるので、はいはいはい、そうするともう枝が硬くなったらまた外せばいい、はい、あ、なるほど、もうハイブリッドティーでもこんな風にたくさん、はい、一株ですよね、はい、つぼみができて、はい、つるバラではないけどこういう誘引を工夫されてるみたいです、素晴らしいですね、工夫だらけですね、素晴らしい、群舞って群舞はいい香りがする、これ群舞、ま、一気咲きね、一気咲きでも他が咲くから寂しくないですね、そうですね、あの葉っぱの部分をねカバーしてくれるしね、下草もちゃんとあるし、群馬と私の好きな先生、名前忘れた、あ、素晴らしいですね、やっぱしあの一気咲きのこう爆発的なつぼみの、ね、うん、咲き方って、うん、また魅力的ですね、うん、素晴らしい、素晴らしい、小さいのがもうキュッと出てくる、はい、シュートですよね、はい、これはバラのあの花が咲いた後に出てくるシュートは取らないんですけども、はい、バラの花が咲く前に出てくるシュートはもう株元からこうやってパーン取っちゃう、取っちゃう、出ないと邪魔しますし、あ、見苦しいので、見苦しいですね、見苦しいのが全てから、はいはい、なるほど、その後また出てくるから、また出てきますよ、心配ないですか、今取っちゃうね、はい、全然大丈夫です、あ、その一気咲きだから、なんかもったいないような気がするけど、うん、もったいない気するんですけど、こんなん残しとくと、うん、あの反対に見苦しい、ああなんですね、うん、後からまた出てきてくれるっていう感じ、うん、出てきてくれるです、はい、でも切れないようなものは下の方のところで切っとく、うん、あ、なるほど、あ、素晴らしい、そうですね、まあ、私景観もね、お手入れも大変、はい、ですね、咲く時期まではやったの、咲いてから
たくさん出てくるのは大歓迎なんだけど、なるほど、今ではもうこんなの、うん、こんなのはね、はい、そのこれも来年しか咲かないですかね。そうですね、ビューッと伸びていって来年しか咲かないですよね。花芽持ってませんから、持ってないから切っちゃう、はい、あ、なるほど、はい、一気咲きのお手入れの仕方です。そうですね、はい、いいんですかね、太くなって、古くなって、もう、あの、何年か、はい、2年3年使ったら、うんうん、もうあの新旧交代で、新旧交代、交代できるものがあれば、できるものが、うん、できる枝が伸びていた場合は、うんうん、交代します。ああ、伸びるもの、も伸びているものがないかったら交代できないけど、うんうん、ね、確認してからですね。そうですね、はい、この場合だったらここで切りますか。この場合、うん、この場合だったらもしこれがダメになったら、うん、ここで切りますか。ここで切るか、うん、この枝、この枝だったら、ああ、新しいから、はい、この枝で切る。根元は残しておくわけですか。根元は残しておく。なるほど。そうしないと、この古い枝にからは、あの、サイドシュート出にくい。サイドシュートが、あの、先の方です。サイドシュート出た場合ね、はいはいはい、邪魔ですよね。あ、はい、あなたの陣地はここだけみたいな場合。あ、そういうことか、はい、あ、住み分けね、そこもバラ同士の住み分けで、そうそう、ここで、あと、あの、ぐちゃぐちゃになっちゃったらいけないから、うん、あの、私は結構ね、ここの部分というのはロココと、うん、ルイーズ・オジェと、うん、そして、アリスト・ステラ・グレーと、うん、3つが咲くんですね。3つが咲く、だけど向こうに行くと今度、群舞と、うん、あの、もっと向こうにはまたロココやらもあるし、うん、だからあまりにも向こうに行きすぎると、うん、向こうの人の邪魔になるな、うん、いろんなのが楽しめないんですもんね。だから、でも先の方で、はい、あの、はい、シュートが出た場合には、はい、もうそこは諦めます、うん、なんで、うん、でなるべく株元で長いシュートが出た時には入れ替えをします、うん、ああ、そうですね、株元でね、はい、なるべく株元で、ね、ベースアルが出たらね、はいはいはい、ありがとうございます。また勉強になりましたね。なりました。